はいどうも、関西は骸骨玉ゲーマーの佐藤です。今回はチューブエアソトガンマーケット2024 in サマー、はい、こちらの方に来ております。はい、今回も例のごとくじゃん取材枠での配布をしております。はい、今回も様々な新商品とかね、いろんな展開をしているところもございましたので、ちょっと気になったところをピックアップしていただきましたので、皆様よかったら見ていってください。それでは行きましょう。チューブエアソトガンマーケット2024 in サマーレポート。はい、というわけでD&Gさんのレバーでございます。今回先行で、はい、こちらを動かしてもらってるということで、これはね、リーバーって言った方がいいわ。リーバーリーバーリーバー、失礼いたしました。はい、あ、どうもお世話になっております。あ、どうぞどうぞ、おすすめです。うん、はい、今ちゃんと発音を聞きました。レバーアクションの AR だからリーバーレバーレバーレバー、今話題の、いろいろな意味で話題でございますけど、ね、ちょっと今回初めて伝わってもらって、まず気になるのがリリースレバーがね、ここにいろいろあって、でこっち側にもあるんですね。でここですね、ここの両方あって、ここを触ることによって、はい、マガジンです。これが普通の M4 のギガの M600 のマガジンで、今回このリバーに対してのショートマグです。まあ、でパワーソーとしてはガス、まあ、フロンガスここにあるみたいです。はい、ということで今回は、はい、こちらの方軽くです。でレバーアクションでこちらの方っていう感じで、結構軽め、やっぱガスアップで動くの軽めです。で、今回はこちらにしてさせていただきます。はい、トリガープルだいぶ軽めですよ。スカスカでぐらいの、はい、なので意外とね、ちょっと長めでございますけど、使いやすそうな雰囲気では。で、サイトの方がこちらの方のサイトと、で、さらにここからフリップアップで、はい、サイトが上がるので、好きなようなアイアンで使えたりとか、入れたりとか、おそらくなんですけど、ウィンチェスターみたいなレバーアクションでこうみたいなのは多分無理だと思います。触らない方がいいと思います、ここら辺に関しては。はい、ね、皆さんね、いろいろと話題にはなってますが、はい、こちらの方手にされても面白いかもしれません。はい、プラウダさんのブースにやってきました。プラウダさんではこちら AK 萌えですね。はい、LCT さんの AK 萌え、ちょっと手に取っていいってことで探してもらいます。あ、すごい、結構このサイズでしっかりとした重厚感、やっぱり LCT さんのね、多分フルメタルなんでしょうけども、ここら辺の重厚感はいいですね。はい、ね、やっぱこの、ね、取り回しの良さというか、もうほぼほぼハンドガンみたいな感じですね。はい、あ、後ろレールがあるんですね。はいはいはい、じゃあ結構アタッチメントとかもしっかりしてて、で、ね、この 9mm マガジンですね。はい、いいですね。で、ちょっと可愛らしいこの、ね、ウッドハンドガード、はあ、フラッシュハイダーというか、マズルフラッシュですかね、これは。はい、いいですね。はい。はい、というわけで、こちらの方ですね。はい、あの、ガスブローバックの、あの、コンバージョンキットで、あの、これの AR のボルトで引けるようになるタイプのやつ。はい、こちらの方、ちょっと触らせていただきたいと思います。ちょっとこちらの方、触らせていきたいと思います。そうですね。こう、しっかりとしたね、この、で、失礼します。あー、この、ここまでは M4 のあれなんですけど、ここから先がやっぱりね、全然違うコンバージョンキーって入ってるんですけど、なんかこう、持ってるのは M4 なのに、ボルトアクションのこの不思議な感じの、ただちょっとこれ、ありですね。なんかこう、バレット味がこう、あるというか、なんでしょう、いいですね。というわけで、エアソトキューナーさんのブースにやってきました。エアソトキューナーさんでは今回こちら、じゃーん、DMT ライターナノということで、はい、いわゆるあの14歳以上の、エアガンといいますか、入門モデルみたいな感じですね。はーい、ちっちゃくて可愛いっすね。はーい、で、こちらの方14歳以上の、まあそういうパワーソースといいますか、そのぐらいのパワーしか出ないよっていうことなんですが、はい、あの、さらにね、18歳になったらフルパワー化が可能ということで、すごい、三つ子の魂100までじゃないんですけども、ね、なんて言ったんでしょうかね、ここら辺の、ね、取り組み方がいいですね。全体的にちっちゃくて持ちやすいですね。ちょっと探らせてもらいたいと思います。はい、失礼します。あ、はい、あの、重さとしてもね、全然先ほど片手で持てるぐらいの、はい、全然片手で持てるぐらいのいい感じですね。はい。はぁ、いいですね。ちっちゃくて可愛くてコンパクトで、普通になんか欲しいぐらいですね。はい、かなり人気モデルらしくて、もう全然、はい、今回もね、数量限りということで、はい、人気のラノでございます。カーボンエイトさんとかもぶつけてきました。カーボンエイトさんではこちら各製品ずらっと並んでおります。いいっすね、この並び。実銃とかのね、あのショットショーとかのあっちの方の展示方法でこうやって比較してみるのマジでかっこいいですね。はい、で、まあ、やっぱ気になるこちら、はい、間もなく出ると思いますね、CZ シャドウ2、こちらの方が並んでおります。各色ありますね。いいっすね、この並び、めちゃんこかっこいいっすね。はい、
あいいですね、しっかりとしたまみ、あ、トリガーもオレンジはよく見たらいいですね。こちらもう売っても大丈夫？あ、大丈夫です、はい、じゃシングルアクションでスライド引きまして、ちょっと空打ち一発いきます。失礼します。いいですね。はい、やっぱこのスライドがね短めなんで反動は少なめなんですけど、あとねこの重みのある感じのしっかりとした感じですけどね、やっぱグリップがちょっと細めなんで日本人でも握りやすいところもいいですね。はい、かっこいいです。クレイジーミートさんのブースにやってきました。クレイジーミートさんではこちら新作のタオルですね。はい、すごい触り心地のいいタオルで、このロゴがねちゃんとしっかり入ってて、ちょっとおしゃれでいいんじゃないですか、なかなか。でさらに今回気になるのがこちら、じゃあネックゲイターですね。はい、様々な柄の首に巻くバラクラバラみたいなやつですかね、はい、なってるんですが、特に今回僕気になったのはこちら、これめっちゃ良くないですか、サイバーパンク身があって、すごいサラサラでめっちゃいいっすね。これかっこよくないですか、首巻いたら。でメカヘッドとかに似合うんじゃないでしょうか。はい、すごーすごーい、できてる、すげー。内子さんのブースにやってきました。内子さんでこちら、はーい、超撥水の内子さんの実際にこの超撥水のやつが見れるブース、あ、すごい、めっちゃ弾いてる、はい、わ、すごいすごいすごい、こんなに、はい、めちゃめちゃ弾いております、すごいです、ありがとうございます。はい、というわけで超撥水のうちこの売ってるんですが、今回ブラックラベルということでいろいろと売っておりまして、こちら、あー、なんか見たことある、なんか見たことある、はい、今回ありがたくもコラボさせていただきました。すげー、めっちゃちゃんと広告としてできてる、嬉しい。ありがとうございます。1枚目オープン、じゃあサナジョン、サナジョン、はい、2枚目2回ショーは読めてほしい、オープン、はい、サナジョン、サナジョン、なんか危ねーみたいになってますね、危ねーみたいな、貼ってくださいね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。